ダイヤモンドヤスリダイヤモンドヤスリは特殊金属を用いたメッキ法によりダイヤモンドまたはボラゾントリューをスチール製の大金に結合させたヤスリ大変結合力があるので突出量を大きくできまた表面の集中密度が高いので良好な切削性を発揮する蒸気故障を略して電気ヤスリとも言う通常のヤスリ形状のもののほか回転と意 リューター用の軸付けの砥石等がある。ダイヤモンドヤスリは以下の材質に用いる。超硬合金、超硬合金の中間消結材、セラミック、および中間消結材、ガラス、炭素繊維強化、プラスチック、ガラス繊維強化プラスチック、陶磁器、タイル、ゲルマニウム、シリコンダイス鋼、ネズミ中鉄、球状黒鉛中鉄、ステンレス鋼、インコネル等。 ボラゾンは高速度鋼、ベアリング鋼、合金工具鋼、クロム鋼、炭素鋼の焼き入れされたものと、高度が HRC45 以上の金属に使用するが、特に回転砥石、機械に取り付けて使用するディプロフィールヤスリ等、往復運動、または回転速度の速いものにボラゾン塗流を使用する。ただし、人力による 通常のヤスリとして使用する場合はさほど熱を持たないため通常のダイヤモンドヤスリを使用してもほぼ問題はない。ありがとうございます。